い、皆さんこんにちは、レギです。今日は男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴というお話をしていきたいと思います。男性って女性にある特徴をきっかけに恋に落ちることがあります。それを感じただけでその女性のことを意識し始めたり、恋を持つきっかけになることもありますし、恋の引き金を引くような女性って特徴があるんです。女性の皆さんの中には、好きな男性に恋を持ってもらいたい、好きな男性に意識してもらいたいと考える方も多いと思います。そこで今回は男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴というお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただきましたのでご紹介させていただきますね。ゆきさん、いつもありがとうございます。お勉強させていただいています。こちらこそありがとうございます。私は41歳の会社員です。過去の恋愛はまだ私は未婚なんですが、比較的長続きをする関係を築いてきました。最近は仕事が忙しくて恋愛に割く時間がなくなっているのですが、気になる男性が現れたため積極的にアプローチを試みています。最近趣味の場で出会った男性に強く惹かれているんです。ですが彼が自分に対してどのような感情を持っているのかが分からず、不安な気持ちを抱えています。彼とは会話も弾み、いい関係を築いていますが、それが友人としてなのか、それとも恋愛感情が含まれているのか判断するのが難しいです。彼との時間を楽しむ一方で、彼の気持ちがわからないことで不安が募ります。彼が他の女性と親しくしている姿を見ると嫉妬心が湧いて、自分に自信が持てなくなることもあります。気になる男性に好意を持ってもらうにはどのようにすればいいでしょうか。また自分が魅力的に映るための態度や行動、会話などコツを学びたいです。よろしくお願いいたします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね。彼に惚れてもらう自分を作っていきましょうか。ですので今から男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴というお話をしていきたいと思います。男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴3選です。まず1つ目です。1つ目は、落ち着いていてパワーバランスが取れているになります。恋愛がうまくいかない時って焦りすぎなんですよね。そして過度に押してしまっている時なんです。これは当然相手は引いてしまいますよね。向こうの好意レベルがかなり高い時はまた別なんですけどね。押せば引くし、引けば押してくるという基本の原理です。要はうまくいかない時はエネルギーのパワーバランスが崩れているんです。大体は相手の方がエネルギーのマウントを取っているんですけどね。そのため相手の方が皆さんをコントロールできる立場になっているんです。まあ皆さんが悩んでいる時ですけどね。なのでまずはエネルギーのパワーバランスを整えていくことが大切です。ボクシングで言えば焦ってパンチを振り回せてますが、相手にパンチを読まれて全然当たらない状態です。そして相手は体力を温存しているのに、自分は無駄な動きをしまくっていて体力がかなり消耗している状態ですね。しかも1ラウンドで、そりゃ勝てませんよね。ボクシングは13ラウンドあるんで、13ラウンドを見越して戦わなければいけないわけです。恋愛も同じです。長期戦です。だから相手のペースにいちいちハマらないことですね。だからこそまずは焦らないこと。なので焦ってしまうときは大きく深呼吸をして自分を取り戻してください。まずは落ち着きましょう。大丈夫です、死にませんか。うまくいかないときはまず友達になる感覚でもちょうどいいんですよね。皆さんも男友達には焦らないんですよね。例えば幼馴染の友達だと気軽に、今日暇、ご飯行かない、話聞いてよ、これはね軽く関われると思います。こんな感じの軽さがいいんですね。真剣になることはいいんですが、時には重くなるからです。なので彼と仲がいい友達になるんだくらいがちょうどいいです。それを踏まえて行動していきましょうということです。このように押しすぎずエネルギーが軽く、パワーバランスを取るのが上手い女性は男性にとって魅力的で、もっと近づきたいと思ったりします。それでは2つ目です。2つ目は、コントロールされる弱さや優しさではなくて強い優しさがあるになります。優しい女性はモテるとよく言われているんですが、男性に優しくしたから大切にされたという方って少ないのではないでしょうか。つまりただ優しさをアピールすればいいというわけではないんです。まあ優しい女性がモテるって聞くから、それを信じてただただ男性に優しくしている人もいますからね。ただ優しさって悪いわけではないんです。確かに優しい女性はモテます。ですが時には厳しいことを言うのも優しさですし、間違ったことを注意するのも優しさだったりするわけです。優しさはいろんな優しさがあるんですね。ただそんな中でも相手の顔色を伺ったり、相手の言うことを何でも聞くような優しさは、相手にコントロールされるような優しさだったりします。ただただ優しすぎる感じです。まあそういう女性が好きなド S な男性もいますけどね。だからこそ相手の顔色を伺ったり、相手の言うことを何でも聞くような優しさだと、男性は面白みがなくなってきますし、飽きられやすくなってきます。なので男性は離れていったりするんですね。
それにそういう優しさの裏にはその人自身の自信のなさや不安の表れだったりもします。その自信のなさが露呈してせっかく持っている魅力を感じさせることができずになし判定を食らってしまう可能性も高いということです。優しいこと自体は悪くないのですが、対男性においては相手の顔色を伺ってばかりだったり、相手の言うことをいつでも何でも聞くような優しさは男性にとって面白みがなくなって皆さんの魅力をだいぶ薄めてしまうので気をつけてほしいということです。やっぱり優しさの中にも厳しさや強さがあるといいんですね。それがないと嫌われないようにおどおどした印象になりますからね。だから相手にコントロールされることになるんです。なのでただただ優しいだけではなくて、優しさの中にも時には厳しさがあったり自己主張があったり、相手にコントロールされないようなエネルギーの強さが欲しいと思います。そんな女性は男性にとって刺激もありますし、攻略するスペースも作れますから魅力的に思われるんです。結婚を考えるにもこういった優しさの中にも強さや厳しさがある方がお互いに成長できますし、人生の伴侶として思われる可能性は高まると思います。それでは3つ目です。3つ目は必死になっていないになります。必死に彼に近づこうとしていませんか？ただですね、男性が近づきたくなる女性って特徴があります。それは必死になっていないということなんです。恋愛がうまくいってない人を見てみますと、必死になっている人ってとても多いですけどね。皆さんはいかがでしょうか？つまり必死になっているとは、もっと近づきたい、もっと好きになってほしい、もっといい恋人が欲しい、もっとこうなりたい、もっとああなりたい、もっとあれが欲しい、もっとこれが欲しい、もっと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 という時ですね。人間ならこのような欲があって当然です。そういう欲があるからこそ向上します。ただこれが過剰になると今あるものを無視してしまいます。今あるものに関心がなくなって、必死になって他の何かを求めている感じですね。今あるものに意識が向かずに次のものばかりに意識が向いているということです。だからいつまでたっても満たされることがありません。それに過度に求めることってそれを必死に追いかけていますよね。ですが追うと逃げるのが宇宙の法則です。だからそれが逃げるんです。それにもっともっとと追いかけている時って過度に自己否定が強くなっているんです。それは今のままの自分には価値がないという思いがベースだからです。今のままでは自分の存在価値を証明できないから、だから必死になってそれを相手に求め、それらを得ることで自分には価値があるという証明をしたいんです。だから相手に承認してもらおうとしているわけです。なので必死になってそれらを追い求めているんですね。今のままでは価値がないから、相手から承認されたら自分は幸せになれると思っているということです。皆さんは果たしてそれで本当に幸せだと思いますか？何かを追い求めているこの生き方で生きていくと、まあ、先ほども言いましたが、いつまで経ってもどこに行っても常に何かを追い求めるので幸せが不安定なんです。なぜならそんな人は相手に認めてもらわなければ自分の価値を見出せないからです。だから相手の評価で一喜一憂するんですね。そして相手に評価されなかったらそんな自分を責めてしまい、苦しみを生み出してしまいます。それに自己否定をベースにして行動しているので、自己否定の世界を作り出してしまうんです。ベースとは器ですからね。つまり人って器通りの世界を作るんです。まあ、これはブログとかメルマガでもよく書いているんですが、例えると器とはコーヒーカップやグラスと同じなんですね。グラスにコーヒー入れようが、オレンジジュースを入れようが、ミルクを入れようが、そのグラスの形になります。これが器、すなわちベースなんですね。だから自己否定をベースに行動していると自己否定を感じるようなことが現実化しやすくなるということなんです。だからいつまで経っても満たされないんですね。要はもっともっとが過剰になって必死になって追い求めれば追い求めてしまうほど自己否定の世界が広がり、本当の幸せが遠のいていくんです。つまり僕が思うのは、本当の幸せとは今必要なものは今すでに全て揃っているというような価値観にシフトすることで得られると思うんですね。自分に対してもそうなんです。今自分に必要なのは全て自分に備わっている、そこに気づくことだけなんですね。今のタイミングで今必要なものって今全て揃っているんです。なぜならそうでないと今全てが存在できないからです。今のタイミングで今全てのものが今必要だから存在しているんですよね。当然皆さん自身もそうです。これに気づけばもっともっとという呪縛から解放されます。だから今の自分を肯定できます。そして自分には価値があるというベースで生きていけるようになります。なので自己肯定のエネルギーを発信し、自分を肯定できるような世界が作られてくるんです。全てはエネルギーなんです。同じエネルギーの周波数のものを引き寄せるんです。要は追いかけずに引き寄せればいいんです。そうなれば素晴らしいスパイラルに入ることができます。するともっともっとと以前に欲しかったものを自然に手に入れていたりします。
皆さんがすでにあるというエネルギーを発信しているからです。そこに必死さはありません。それにそこをしっかり認識しているだけで皆さんのエネルギーはシフトしてきます。そしてそのエネルギーに合った世界を想像していくことができるようになるんですね。だからこそもっともっとと必死になるときは今日のお話を思い出してください。追いかけるよりエネルギーをシフトして引き寄せること、これが本当に皆さんの魂が求めていることだということですね。そんな必死さがなく余裕がある女性に男性は魅力や色気を感じます。以上が男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴3選でした。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が落ち着いていてパワーバランスが取れている。そして2つ目がコントロールされる優しさではなくて強い優しさがある。そして3つ目が必死になっていないになります。男性が確実に恋に落ちてしまう女性の特徴3選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご質問をお待ちしております。ご質問の方はブログ、メルマガ、YouTube などでお答えさせていただきますね。概要欄の方に URL を貼っておきますのでぜひご登録ください。 LINE をご登録いただいた方は男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。また龍気の LINE 占いアプリがリリースされました。人類や恋愛について占っております。ご興味がある方はプロフィール欄に URL を載せていますので、ぜひご覧いただけたらと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。